はい、皆さんこんにちは、ちでございます。ひいさんの三国志13やっていきましょう。この後はに、あれ終わりましたね。なんだっけあ、表情だね。終わったら天水行きましょうか。で、私は今どこにいるんだい。あ、そうそう、昨日はね、あれありがとうございました、ライブね。もう1時間半もやっちゃいましたね。もう長いことお付き合いいただきましょう。ありがとうございました。ちなみに今、これ何なんだろうこれ何なんでしょうねあ、でもなんかいろいろ立ってるね。まあ、増やしたあれなのかな、ひょっとすると。さあ、天水の調査って言うんですけど、ひょっとして天水まで来てる？これ、今自分がどこにいる？あ、天水だわ。天水来てんね。じゃあ調査しましょうか。はい。はい、豪族の差を説得する前にこの目で軍備拡張ってやるの。着手する。あとあれですね。鎮守さんが見れましたね。ほんとね。あと何人か。生徒が渡管理がしたら、よし、猫背を奪ってやろうじゃないか。って言って もう遅いんですけど、もうそっち向かってるんでね。少し尋ねたんだが、近頃困った方ないか。と。私に何かご用でも。と。我が舌を持って意を通さん。それがしを簡単に動かせると思わんことだ。カトリコ。うわあ、これも反論でいきましょうか。主張怖いもんね。すべて読み通りよ。こうすれば問題などない。はい、ビンゴでしたね。一撃で以後論戦などはせぬことだ。ああ、実戦が一撃で終わったら初めてじゃないかな。なるほど、それは確かにと。はい、飛ばしますよ。いやー、今日もなかなか寒いですね、ほんとね。なかなか寒いで、私の部屋は極寒でございますね、ほんとね。これもう生かしてるでしょ。あ、生かしてんね。で、ちょっと、リホーさんが、あ、今、リホーさん戻ったのかな。でも、弱いよね。平均攻撃59の平均防御58だもんね。どんな部隊になってんの。ああ、部隊は青州兵と青龍兵なのに。弱いんだね。わ、これはダメだわ。58、49、11、19だもんね。あ、リエンさんの子供でしたっけ、リホーさんはね。これが今から、ああ、銀ペニさん迎え撃ってね。でもこれ、あ、でも大丈夫だね。銀ペニさんまだ帰ったら出せるからね。ということは、これこのまま、南安で作った方がいいね。で、リホーさん、進軍して南安行きましょう。かしこまりました。で、私は、報告だね。あ、おや？はい、10日ね。向かう。ちょっとこっち見ときたいんだけどね。おや、そこにいるのはと。ほらほらほら。あ、トムシさんだね。ごめんなさい、今ちょっとスペース押しまくって飛ばしてすぎちゃいました。あ、これやばいね。追いつくね。追いつくのよくないね。追いついちゃうと銀ペニさん迎撃できないから。ちょっとここで待ちましょうか。はい、銀ペニさん作っちゃいましょう。間に合うかな。あ、間に合わないな、これ。調和に入りません。これのオペレーション考えましょう。どうしちゃおうかな。建築絶対間に合ってないね、これ。間に合わないんで、この距離。あ、この距離だったら。あ、でもあれだね。リホさん、あれが落ちないね。何？あ、しまった。私中入らないとね。さあ。おっと、入りましょうか。向かう。はい、入りましょう。で、ご講座に報告ね。はい、うまく説得できましたかと飛ばしますね。さあ、252年になりましたね。さあ、次は目指す253年、そろそろ、新婚さんがもうそろそろ出てくるんですよね。新婚さん。で、孫光さんがね。で、あとは、何です？私、いつまでやるんですかってライブで聞かれまして、リュウリさんってね、いたん、リュウリさんを
見たいって言ったんですけども、どうもこの三国志13には龍里さん出てこないみたいですね。いつまでできるんでしょうね。孫光さんで終わった、あ、いやでも待って、諸葛亮孔明さんの、ま、お孫さんもちょっと見たい気がしますので、どうしようかなというところですね。あとは、あ、道州さん、池持ってんね。この人あれだよね、君主軍師重臣、あ、軍師かどうかわかんないけど、君主重臣だったよね。で、あとは、あ、芝坊さんとはもうちぎってたね。あ、光十さんがね、光十さんがちょっとね、ポスト馬謖さんになってるんですよね。最近私の言うことにね、反発しちゃうんで。ようこそ、いらっしゃいました。あとは、芝居さんの感謝します。中田ちゃん一族もちょっとちぎりにかかりましょうかねと。で、あと、ああそうだ、リシさんだ、忘れてました、リシさんだね。リシさん、可否にいたんだよね。リシさん、リシさん、どこだい、あ、いけなってんね。ああ、涼花さんも、涼花さんでもちぎっちゃいましょうか、これを機にね。で、おやっと、お、ちょっと待って、後ろからなんか来てるよ。ああ、ヘルプに来たんだね。もう兵力はあんだけど、兵力あんだけど、あれなんだよね。兵力はあんだけど、あ、高校さんと岡本さんがね、新書によって爆薬の友になりましたと。あと誰か行ける？ああ、岡本さんだね。あ、今度はボンだね。これでどうだろう。あ、微妙だな、これ。すっごい微妙というか、やられてんじゃない、やられてんね、これ。なんとかなんとかい。お、陳寿さんが、あ、激勢さんの説得に応じましたと。これ、はい、会に入りましょう。今日はどうされましたか。はい、あ、べっぴんさんだね。じゃあ談話しましょう。この人、弁舌があるんだよね。さーてと、まだ働きとございました。大雷道さんちょっと行っちゃいましたね。あ、これはこれはひい様と。大雷道さんはあれじゃなかったかな。はい、私の名声がこのような結果となりました。はい、オーコンさんね。さあ、てと、あ、そうだ、私が連れてきたんだ、この人、この人私が連れてきたから、ヘルプ行かせるか。かしこまりました。持つかな。あ、持ちそうなら持ちそうだね。もう、あの、族出てきてね、もう、それを対処するのも大変だね。ほんと、高齢化社会になっちゃってますんで。じゃあ、よいしょ。何用でございましょう。はい、談話しましょうね、と。ありがとうございます。はい、と。さーて、と。何用でございましょう。はい、この先方の実際のと。ありがとうございます。お、来たね、80まで来たんで。さてさて、もう私も後釜決めないといけないんでね。まあ、ひい様、最近あなたの噂をよく耳にしますよ。最近それ弁当祭、あ、私とやるのかい。死んないよ。受けましょう。これいいですよね、あの、楽勝な相手でしたらね。たまに弁術も、うん、弁術持ってない人も、これを、この、弁術仕掛けてくるんでね、絶戦仕掛けてくるんで、もう本当楽勝ですけどね。これ、ね、1日ぐらいしか使わないんですごく楽ですよね。お金も使いませんし、時間も使いませんし。我が舌を持って意を通さん。こっちにも言い分があるんです。え、弁術3です。気力70か。はい、ね、あー、大波乱かな。そうだね。大波乱だね。私、決めたんです。しかし、あら、そうか、あら、ちょっと無視しちゃいましょう。こういうことが実際にあ、あら、ちょっとあれだね。お、まずいぞこれ。あ、これしかないな。裏書かれたら終わりだ。話の前提が間違い。おお、強い強い。まあ、これ多分相手さんは無視で来るぐらいだからね。これで負けなしです。いくら食らっても大丈夫でしょう。ん、大将で収めますか。全て読み通りよ。
まあ、逃げてみたかったんですけどね。話の前提がまなるほど。いやいや、でも存外もう参りました。笹川姫様、素体や長儀も格やという前日でしたと。さあ、じゃあ次は、涼花さん行きましょうか。早く食べ、良い勝負ができましたと。私の娘子は弁舌、あ、弁舌手に入った。いいですね。娘っ子じゃダメだよね、私の跡取りはね。ご用向きを伺います。弁舌はいりますよね。このなんていうんですか、血合いというか、うん、この地盤をコントロールして維持しようと思えば弁舌必須ですもんね。いいのであればさ、よく訪ねてきてくれましたと。いや、あなた何年入って何年？士官52年私がプレイしだして52年じゃないと思うんですけどね。私何年に始めたんだろう、これ200？多分20何年ですよね。30年ぐらいやってるのかもしれないね。30年ぐらいやってて初めてこの時治癒にかかります。能力でもすごいよね。84、85だもんね。よいしょ。あれ、あなた行けなってないのか。しまった。行けなくなったね。よくぞおいでくだされ。なぜあのイベント始まらなかったんだろうってちょっと思っちゃったね。あ、この人武具じゃなくてあれか、イヤリングかい。まあ、イヤリングかな、これイヤリングだよね。あれ、感謝の極み。奥さんにでも見てね。自分で作っちゃダメだよ。おお、ひどちょうどいいところやと。穏やかならぬ様子だなと。怪しくね、やからか。行きましょう。勝敗ね。はい、じゃあ勝敗向かいましょう。行くか。はい、で、あ、ここももう池だらけだね。で、調査しましょう。この町のどこかに妙な教えを説いている輩が潜んでいるはずですと。着手する。はい、じゃあこっちどうなってんの。おお、おお、ああ、これはダメだな。これは銀平さん解散だな。解散というか撤退だね。まだ彼来た。あ、来た来た、やっと来た彼がね。山に悩むものがあるかと。さあやっちゃいましょう。そこのもの、先日の神聖の術を使うと思いましたがと。我が舌をもって意を通さん。正しければ舌が生まれだ。正しければの。ああ、中途ちゃん思い出すね、もう本当ね。取りでいきましょうか。ああこれでいこう。すべて読み通りよ。なんか最近ちょっと相性が悪いね。問題などない。それは、おお、一撃かし。ほお、すごい。以後論戦などはせぬことだ。すごいね、一撃だね。どうやら金目当てで嘘を並べてたようだなと。ほら、出来心からね。あのおじいちゃんもなんかあれだね、仙人っぽいので出たりとか悪者出たりとか大変だね。では涼花さんに報告しましょう。涼律先生も体調崩したんだろうね。はい、可否に入りましょう。涼花さんに報告。はい、ヒーローの先生、お世話になりました。まさしく辛抱遠、辛抱遠慮身につきますま、身につきまん、あ、ごめんなさい。はい、もういっぱい。はい、涼花さんたちにこういうとね、何交換、訓練と農業交換しました。はい、誰かできる人いる。あ、今2人いんだね。あ、そうかそうか、長慶さんやってんだね。この人とね。あ、そうだ、あの人戻さないといけないかな。あの、あ、まあでもいいか。戻したところでっていうのもありますね。あの、フラメンコさんとあの、スクワットさんね。彼らは戻したところでというのがありますね。あ、あとちょうどいい時間になったんでこれ見に行きましょうか。特に今回は大丈夫ですね。
まあ、タイラドイツさんがお亡くなりになりました。あ、料理さんの 体調が回復しますね。結構ちゃんと回復するんですね。あとは、あ、これといってはないですね。あ、この前見たもんでもね。そうだね。じゃあ、あとは、あ、そうだね。まあ、とりあえずこんなもんでいいでしょうか。時間の方よろしくなりましたね。この辺で終わっておきたいと思います。ひいさんで3号星13ですね。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。